ばんは。5分だけやります。5分だけやります。ありがとうございます。57分ぐらいまで、5分ぴったりぐらいやります。はい、本当にこれは元気ですよっていうだけの配信なので、別に時間決めずに喋りたいこと喋ったら終わろうと思います。はい、ありがとうございます。そう、5ピピはもうフンっていうことですね。ありがとうございます。広島県出身21歳のフッピーこと藤本平香です。こんばんは。今日25歳になっておめでとうございます。ありがとうございます。今日は朝もちょっとやったんですけど、ありがとうございます。21日の婚約ね、ありがとうございます。次なるのもたくさんたくさん、公園来てくださいね。公園に行こうゴーゴー、公園に行こうゴーゴー、公園に行こうゴーゴーそう、なんでちょっとね、あれなんですよ、明日ゼロポジションの生放送があるので、ぜひ見てください。頑張るよしか言いようがないんですけど、頑張りますので、はい、結構たくさんの人たちが、先輩とかリストの方とかファンの方、見に来てくださる方もいると思うんですけど、まあいろいろなことがあると思うんですけど、まあ頑張っていきたいと思いますので。9期生から選ばれたのは3人だけだし、まあもうね、言うことは決まっているんですけど、それをちゃんと頑張ります。 CM 選ね、パッションフォーユーの CM 選抜予選突破しててびっくりした。嬉しかったな。でもそう、そしてね、明日は盛りだくさんなんです。東海ウォーカーさんもね、明日発売、もうぜひ見て、ぜひチェックしてすぐ買ってください。もうお願いします。お願いします。桃田の2人でね、やっと明日、やっと明日ね、発表じゃないや、発売なので、ぜひぜひお願いします。すごい可愛く撮ってもらったので、そう、2人しか出てないし、まるまるね、そこの紙面1ページ分の紙面に載るので、ぜひ見てほしいなと思います。そしてファッションフォーユーのことなんですけど、広告選抜のことで、広告が結構出始めるよっていうことになっているんですけども、あれですね、なんか今ちょっとマネージャーさんにどの雑誌に載ってるか教えてくださいって言ってるんですけど、ちょっと確認しますとのことなので、全てどの雑誌に載るか分かったら全て発表したいと思いますので、いろんな雑誌のものも、そう、アルタもあるんですけど、そう、お願いしますね。はい、いろいろ盛りだくさんでありがとうございます。いや、公園に来てください。公園に握手がない分ね、すごい練習頑張ってるので、ぜひ見てほしいなって思いますね。どこまで発表されたんだろうな、公演情報。21の鉄な、24日、おー、24日発表されたんだ。24日マジで来てほしい、頑張るから。なんかこう発表があった後とかの初めての青葉なんで、まあ、鉄なはシャッフル公演なので先輩もあるんですけど、先輩方がね、たくさんいらっしゃるんですけど、発表があった後の青川ということで、久しぶりの青川ということで、みんなね、それぞれ思う気持ちとかはいろいろあったりとか、すごい私にとっても大切な公演になると思っているので、鉄男も来てほしいけど、
なんか応募しすぎて当たらなくなる、なっちゃうよっていうぐらいなら、なんか24の青がの方に、ね、かけてほしい感じはありますね。でも夜公演はナイアンの生誕なので、ナイアンさん、ナイアンさんじゃない、ナイアンのファンの方がいっぱい来てほしいなって思うけど、お昼公演はね、ふっぴさんのファンもたくさん来てほしいなって思いますね。ほんとなんか新しい気持ちで覚悟決めてやる青がなので、鉄のももちろんすっごいめっちゃ今練習してるし大変だけど、なんか青が結構なんだろうな、見てほしい。いや夜はナイアンのファンがたくさんしてくださいね。ナイアンのファンがたくさん当たるように祈ってるし、その私のファンの方もちょっとそこは自粛して、ナイアンのファンが一人でも当たるようにって思ってくださったらいいんですけど、お昼公演はないので、そういう生誕とかが、やっぱ鉄田もねそうなんですけど、やっぱ青が見に来てほしいですね。非常に、そうですね、握手会とかで気持ち伝えられないですけど、青があるので見てきてください。はい、ということで終わります。ランキング見ます。13番バルタン太郎、12番ヨッシー、11番ターチー3563、10番南銀、9番ブルーオレンの会、8番こたつ猫、7番エイジ、6番ドナルド、5番タカリン、今日の番はエイ香港課金ありがとうございます。3番ゴマ太郎、2はいヒデハイド、1番メイプルキャナディアン、センキューありがとうございます。1069人の方ありがとうございました。ギフトくださった方、コメントくださった方ありがとうございました。明日ゼロポジ頑張りますので、ぜひお願いします。鉄のも頑張ります。青が来てください。バイバイ。